俺が祭りの拝み役？どういうことなんですか、それ。どういうことって、ヒコナンレースで勝った人がその年の拝み役を務めるって決まりなのよ。うわ、言ってなかったかしら？聞いてませんよ。つうか、そもそもレースで優勝したのはこよりのはずじゃ。いくらこよりちゃんがおてんばでも女の子なんだから拝み役は無理に決まってるでしょ。そりゃまあ確かに。だから男子で一番順位の良かったカズマくんがやるの。栄誉ある山彦町の男子代表なんだからしっかりやんなさいよ。はあ、けどいいんですか、俺みたいなよそから来た人間がそんな大事な役やっちゃって。何言ってるの、むしろ大歓迎よ。この祭りはね、もちろん双子山の伝説にちなんだものでもあるんだけど、天の神様のお使い、つまり村の外から新しい血を受け入れ、それによって恵みをもたらすということも象徴しているの。だからカズマくんみたいに遠い土地から新鮮な子種をもたらしてくれる子が拝み役をやるのは本来の趣旨にかなってるのよ。あ、朝から何言ってんすか。お兄ちゃん、子種って何？え、いや、それは。あゆみくん、子種っていうのはね。姉さん。かー、いいよな祭りの拝み役。そうか、だってお前女神役はつむぎさんだぞ。あのぽよよんぽよよんたぷんたぷんの。お前そんなのばっかだな。なあ兄弟、いっそのことをこの機会に告白しちまったらどうだ。ってなんでそうなるんだよ。ばっか、昔からの習わしで祭りの拝み役は呼び交わしの儀式の時女神役に告白してもいいことになってんだぞ。え、そうなんだ。つむぎさんがいい例だけど、祭りの女神役っつうのは大抵町一番の美人が選ばれるもんなんだ。するってえと当然それにアタックしたいっつう野郎もわんさといるわけで、そもそもヒコナンレースってのは昔告白する権利を手に入れるために競争したのが始まりらしいぜ。へえ。俺っちたちのじいちゃんばあちゃんぐらいの頃までは祭りで告白して結ばれたっつうのはちょいちょいあることだったんだって。そんで告白が受け入れられてめでたくカップルが誕生した年は豊作になるって言い伝えもあるらしいぜ。けどだからってなんで俺がつむぎさんに。おはよう。朝から何の話、つむぎさんがどうこうしたの。あ、いや別に。おはよう。おはよう。まったくおふくろは話長えから参るよな。兄弟、今日はどうする、みんなでバックパイプでも寄ってくか。私はパス、部活あるから。俺も今日はこれから神社で祭りの衣装合わせがあって。ってことはウイもか。そう。ちゃ、しゃあねえな。じゃあ俺っちは一人寂しく帰るとするか。一人が寂しいなら私が相手をしてやろう。祭りが近いせいで浮かれているようだから。ちょっカツを入れてやる。私とお前とで三者面談だ。いや、けどびっくりしたよな。俺が祭りの拝み役なんてさ。そうだよね。びっくりしちゃうよね。何？いや、その、そっちから言えよ。別に。会話がない。わあ！いつの間に声ぐらいかけてくださいよ。
どうした？早く行かないと遅れる。おお、意外と似合いますね、お兄さん。ほんと男ぶりが3割増しよ。どうも。それじゃ早速1枚。え？カサネちゃん、写真はいいけど、どうしてここに？取材ですよ、取材。やまびこ町一の早耳娘としては、こんなに美味しいネタ放っておけませんからね。あ、念のため言っときますけど、別に麦姉の女神姿を写真に撮って、それを高等部のお兄さんたちに高値で売ろうとか、全然思ってませんから。お待たせしました。あ、きれい、きれい。ありがとう、かさねちゃん。ひな先輩も中津川先輩もニコニコしくていいですよ。お待たせ、お茶が入ったわよ。ごめんなさいね、お客さんなのに手伝わせちゃって。いいえ。慣れない衣装着て肩凝ったでしょ？あ、いえ、そんなには。あの、中津川先輩は？お手洗いです。衣装合わせの間ずっと我慢してたからって。あら、それならそう言ってくれればよかったのに。あの、私もお手洗い。そういえば、今年の天の御使い役、甲本先輩なんですよね。ええ、だから毎日前の練習が大変で。その衣装合わせはしないんですか？するけど、私は別に今でなくても。私、先輩の見つかい姿見てみたいな。そうだ、よかったら拝殿でポーズ決めてるとことか写真撮らせてもらえませんか？いいんじゃないの？どうせ衣装合わせはしなきゃならないんだし。じゃあ、決まりですね。え？羊羹食べたら着替えて拝殿に出発です。ういちゃん。あ、つむぎさん。ちょっとここでお話ししない？ういちゃん、もしかしてカズマさんと喧嘩でもしたの？じゃあどうして？私にはういちゃんとカズマさん、何かいつもと違うように見えるんだけど。それは…ごめんなさい。言いたくないことだったら無理には。私、わかったの。え？これまでカズくんのことお兄ちゃんみたいだなって思ってて、だから一緒にいると楽しくてほっとしてふわふわした気持ちになるんだって。でもお兄ちゃんはお兄ちゃんで、カズくんはお兄ちゃんじゃないって分かって、そしたらなんか急にカズくんと普通に喋れなくなって、目が合うだけで胸がキューってなっちゃって、家で一人の時もカズくんのこと考えたらほっぺがポッポしてきちゃって。ういちゃん、それは恋よ。違う、そんなんじゃなくて、そんなんじゃなくて、ただそのカズくんのこと考えるとドキドキしちゃうだけで、だからその恋とかじゃなくて、だから全然違くて。だって、ういもつむぎさんも遅いですね。どうしたんだろう。星野、どうしてういに可愛いと言ってやらない？なんですか、やぶから棒に。星野、さっきういを見て可愛いと思った。でも言わなかった。どうして？どうしてって。私が家出して父さんが連れ戻しに来た時、星野、私の言いたかったこと代わりに言ってくれた。あの時私すごく嬉しかった。でも後でやっぱり自分が本当に伝えたいことは自分の口で言わなきゃダメだったんだとも思った。私、
星野と初めて会った時に勘違いして怒ったことをずっと謝りたいと思ってた。だからちゃんと星野にごめんなさいって言えた時すごく嬉しかった。星野も伝えたい思いがあるならちゃんと言った方がいい。先輩、ういちゃん、それは恋よ。恋か。そんなのわかんないよ。恋なんて私わかんない。朝からそれで3回目。一体どうしたの？昨日ちょっと夜更かししちゃって。大丈夫？今日は放課後お祭りの練習があるんでしょ？うん、でもお昼休みに寝るから大丈夫。それじゃあ当日の段取りを簡単に説明するわね。細かい部分は実地できちんと説明するから、とりあえず大まかなところだけ頭に入れておいてちょうだい。まずは拝殿でマドカが天の御使いとなって舞を舞います。それが済んだら、キザハシの下に控えていた尾神は天の御使いから褒章を受け取るの。それから尾神は石段を降り、下の道で待ってる出汁に乗る。女神の方は公民館の控え室で衣装に着替えて海蔵役と一緒に待機。つむぎちゃんは海蔵役の経験もあるからこの辺は大丈夫よね。はい。尾神の出汁が出発したら連絡が行くから、時間を合わせて公民館の前から女神と海蔵役も出汁に乗って出発。橋を挟んで出汁が向かい合ったら合図の太鼓が鳴るから、そこで呼び交わしの儀式よ。尾神は天の御使いから授かった褒章、女神は氏子代表から託された願い書を交互に読み上げる。確かあの褒章って毎年御使い役の人が書くんですよね。ええ、お祭りの朝に集めた朝露で墨を吸って書くんです。それじゃ甲本先輩、ああいうくにゃくにゃした字書けるんだ。ちょっと。何カズマくん。ぐにゃぐにゃした字って草書体のことですよね。俺そういうの全然読めないんですけど。大丈夫よ。褒章も願い書も草書で書いた文章の横にちゃんと振り仮名振ってあるから。なんだそれなら安心した。はい、書いてあるの読むだけなら。だからって気を抜いちゃダメよ。たとえ書いたものを読んではいても、思いを込めて声に出すことでそれは女神に向けての真実の言葉になるのよ。思いを込めて声に出すことでそれは真実の言葉になる。あ、ここでシャンシャンくるっと回って、それから、お、もしもし、お、もしもし、つむぎ先輩、え、仮病？お腹が急に。お医者さん、あ、
丈夫よ、ういちゃん。多分、しばらく安静にしてれば収まると思うから。でも、それより、お祭りの女神役。無理だよ、麦ね。誰か、代わりを頼んだ方がいい。ういちゃん、お願いできるかしら。え？ダメです。急に言われても、私、女神役なんか。ういちゃん、ずっと私と練習してきて、段取りは分かってるでしょ？その通りにやればいいだけだから。だから、お願い。けど、そしたら、改造役が一人足りなくなっちゃうし。それは大丈夫。改造役の代わりなら、ここにいる。私！無理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 ！カサネは、私たちの練習、ずっと取材してた。だから、段取りも飲み込んでいるはず。それはそうかもしれないですけど。今は緊急事態。やるかやりますか、答えは二つに一つ。やらせていただきます。たとえ書いたものを読んではいても、思いを込めて声に出すことで、それは女神に向けての真実の言葉になるのよ。星野も伝えたい思いがあるならちゃんと言った方がいい。俺はういのことが好きだ！初めて会った時からってわけじゃないけど、気づいたら、その、なんていうか、一緒にいて一番、その、つまり、とにかく、好きなんだうい、返事は？聞こえない！もっと大きな声で！私も、カズくん。
飲み足りない連中で乗り込んできちまって。何言ってるんですか。祭りの日の振る舞い酒はさせてもらえる方がありがたいってもんですよ。ただし酔って悪さするようだったら容赦はしませんからね。いやしかしまた呼び交わしの儀式での告白が見られるとはね。思い出すね、あんたがやった時のことをさ。え、残念ながらあん時は振られちまったけどな。ゲンさん、その話はちょっと。おかわり。お母様、だいぶお飲みになってるようですし、これ以上は。てめえ、親に意見しようってのか。だいたいあんたが私に手間かけさせるからこうやって飲みたくなるんじゃないの。そこんとこ分かってんの。まあ、分かっておりますです。だったらさっさと継ぐ。はい。あやく絵描いてるんだ。じゃあ今度一枚描いてもらおうかしら。こう見えて私脱いだら結構すごいのよ。あれ、ごよね、それどうしたの。いいだろ、夜店の輪投げで撮ったんだ。結構かわいい。おいしいわね、これ。うちね、お腹痛かったんじゃ。あら、どうだったかしら。私たち、振られちゃいましたね。そうね。ん？私は別に、その、振られたとか、そういうんじゃ。ん？で、ま、いっか。見れたな、星空へかかる橋。うん、綺麗だね。本当だ、とっても綺麗だ。